ゆでん TV の皆さん、どうも、ヒアリンチョ。あれ？ちょっとしないと。キラリンチョ、キラリンチョって言います。ゆでんでございますって。名誉毀損で異例の逮捕を拘留されて、最近執行猶予が確定してしまった、より人のサンプリングで登場しようと思ったら、実はこのキラリンチョのポーズが、めちゃくちゃ高度なテクニックが必要だったよねっていう話なんだけど、今の指の動きみたいに、高倉健さんばりに、自分、不器用ですから、っていうキャラクターで通して生きてきた、このU20でも、なんとかてめえたちの優しさに抱かれて、今こうして YouTuber としておまんまを食べて生きてるよねっていう話だね。そして、たとえそんなキラリンチョなポーズを取らなかったとしても、このU20は最初から輝きを放っていて、てめえたちの前にはあまりに美しいご尊顔が目の前に突き出されてるわけじゃん。この笑顔を未来に伝えるためにも、今ウクライナで起こっている悲しい戦争を止めるためにも、てめえたち一人一人では必ずしなきゃいけないことっていうのがあるんだけど、それは一体何なのかっていうと、今すぐにこのU20のチャンネルを登録してくれと。そうすることによって、このU20の存在が世界に広まって、みんな戦争どころじゃなくなるよねっていう話だし、昨日の配信でもお披露目した通り、このU20さえいれば、世界中の全ての悩みは消えうせんじゃねっていうぐらいに、言葉のマジックで全てを解決できるわけじゃん。だからこそ、今すぐにチャンネル登録をして、幸せのクローバー、いや、幸せのパクチーを俺に与えてくれよっていう話だね。では今回ね、このU20を通して、ま、てめえたちにね、伝えたいのが、いよいよね、先日から何度も、例えば昔甲子園駅前に存在した、大英甲子園店がめちゃくちゃ治安が悪かったとか、甲子園球場でヤンキー万博が行われたとか、さらに隣町天ヶ崎では常に地で血を洗う抗争が行われたとか、西宮が誇るスラム向川団地とか、臭い汚い遅いで有名な阪神電車とか、西宮で唯一洗練された町西北だったりとか、そんな素敵な俺の地元甲子園をてめえたちに紹介してきたよねっていう話なんだけど、ごめん来て、関西や日本どころか世界一うまいお好み焼き屋と言っても過言ではない、てんてこの話をする時が来てしまったぞー。言うね。この動画を見たてめえたちは、関西人はもちろん、関西人じゃなかったとしても、すぐさまそのお好み焼き屋てんてこに向かいたくなることは間違いないよねっていう話だからね、まこねんてん TV 撮ってるよねっていう話だね。まずこのU20を見てるてめえたちは、そのてんてこが世界一うまいお好み焼き屋だってことを紹介したとしても、ほとんどのやつが、てんてこに行ったこともなければ、そんな店の名前すら知らねえんじゃねえのっていう話なんだけど、てんてこは、本店が俺の地元の西宮の JR 甲子園口駅から伸びる商店街にあって、他にも阪神今津と阪急向野荘駅の近くにも分店があって、西宮市民にとっては、そこそこ有名な店だよねっていう話なんだけど、今回はその中でも最も香ばしくて、ある意味個性の塊である本店を紹介させてもらうよねっていう話だよね。まずてめえたちが初めて甲子園口駅に来たとして、商店街を歩いててんてこを探したとしても、その店を見つけるのはめちゃくちゃ簡単と。っていうのも、これでもかと言わんばかりに主張した緑色の看板が商店街を通るてめえを待ち受けてるよねっていう話だし、明らかに昭和の喫茶店かスナックの居抜きだろうっていうような外観は、入館する前からてめえにディープインパクトを与えちゃうよねっていう話だよね。そして恐る恐るその扉を開けて中に入ると、どういうわけか1階は全てがカウンター席と。4人以上とかの大人数でなければ、基本的にはその1階のカウンター席に通されることになるんだけど、この店でまずてめえたちに注意してもらいたいのは、お好み焼きはもちろん、すべてのメニューが、一品一品めちゃくちゃボリューミーなんだよね。だからもし2人で行くなら、お好み焼きを2枚頼んじゃうと、ほぼ確で食べきれなくて、持ち帰ることになるのは確実だよねっていう話だから、完食したいっていう願望があるてめえたちは、お好み焼き1枚と焼きそば1人前っていう組み合わせにした方がいいんじゃねっていう話なんだけど、もしてめえがそこで何らかの間違いを起こして、メニューでも当店で一番量が多いと警告が書かれてるにもかかわらず、そば飯を注文してしまったら、その圧倒的なボリュームにてめえはマジで地獄を見るからっていう話だね。そして、その焼き上がったお好みの特徴に関して説明しておいてあるとすると、ほぼ確で創業以来継ぎ足して使ってそうな、基本のソースと、あとは辛い豆板醤みたいなソースを両方かけて、そして上からマヨネーズ、青のり、そして鰹粉をかけるよねっていう話なんだけど、他の店と明らかに違うところは、
ソースはかなりベタ掛けにしてくれて、どこをどう切り取って食べてもソースが足りなくなる心配がないっていうことが、このてんてこのお好み焼きの最大の魅力だよねっていう話だよね。そしてお好み焼き的にはよくある大阪風でもなく、かといって広島風でもない、極めて独特な食感で、特に中のキャベツがめちゃくちゃトロトロで絶品なんだよね。そのトロトロ感のあるキャベツは俺は今までてんてこ以外の店で味わったことがないし、実際にどうやって作るのかさえも全く想像がつかないよねっていう話なんだけど、そのトロトロのキャベツやベタかけのソースのおかげでナンバーワンでありオンリーワンの地位を保ってると言っても過言ではないよねっていう話やね。そしててんてこはお好み焼きの味や料理に全く似合わない、店内に流れるジャズミュージックを楽しむだけじゃなくて、もう一つてんてこを語る上では欠かせないとっておきのエンターテインメントがてめえたちを待ってんだよね。それは一体何なのかっていうと、お好み焼きを食べていると突如として粗相をしたバイトの店員を、店主がたくさんの客がいるにもかかわらず猛烈に詰め始めるんだよね。その BGM のジャズミュージックと相まって、まさに令和の現代ではなかなかお目にかかれない昭和の原風景がそこには広がってるよねっていう話だし、まるで昭和にタイムスリップしたかのようなノスタルジーをある程度の年齢以上の客は感じてんじゃねっていう話なんだけど、そんな激詰めをする店主のおっちゃんを、逆に常連客の方がどういうわけかその店主をなだめるっていう逆転現象が起こっちゃってんだよね。もちろんその店主が詰める対象は男だけじゃなくて、女の子のバイトに関しても容赦なく詰め倒すよねっていう話だから、ある意味ジェンダーレスな現代の価値観に沿ったマネジメントをしてるのかなっていう風に俺は予測してんだよね。ただそんな間違いなく過酷な環境の中でも、まかないとしてただで絶品のお好み焼きは食べれんじゃねっていう話だし、門外不出のお好み焼きを焼く技術を身につけられるっていう利点もあるよねっていう話だから、天職をつけたいてめえたちはこの機会にてんてこでバイトをするのもいいんじゃねっていう話なんだけど、てんてこの酸いも甘いも全て見守ってきたこの U20 からすると、もし応募するとしたら絶対に今津店か向こうの蒼天にして本店だけはやめとけよっていう話だね。まあ、そんな感じでね、店主がバイトを激詰めするっていうまさかのエンターテインメントが楽しめるてんてこだよねっていう話なんだけど、それを抜きにしてもお好み焼きの味はガチで美味しくて、他の店では決して味わえない独特な仕上がりだよねっていう話だし、たとえ近隣住民じゃなくてもわざわざ電車を乗り継いで甲子園口に行ってまでてんてこでお好み焼きを食べる価値は絶対にあると思うんだよね。今後も俺の地元である素敵な町甲子園に関しては逐一この U10TV を通して紹介してやるよねっていう話だし、そのうちこの U10T のオフ会を向こう側団地の集会所でやる日も近いんじゃねえのっていう話だからね。今すぐにチャンネル登録と高評価をして、甲子園を歩いてたら阪神ファンに確実に絡まれる黒とオレンジの服は今すぐに脱ぎ捨てて、次の動画また全部託してもらったらと思います。それではね、またネクスト U10TV でお会いしましょう。 See you!でも回転状況 on the my way Hold on, hold on 矛盾と書いて歓迎だろう、醸し出すバイコクのフレーバーなんでだろう、夢の超特急で解くはまだ超高地獄への逃亡、脳みそ見るとじゃあもう目の変流変イチャラソウプッシー開いてビッグバン、キムチ群がる黄金の国ジパン、無駄な挑戦フルボコで無言のダウン、恵まれない坊ちゃんがチャリティーコンガン、文句だけはゴリパでもタリキホンガン、震災の影響で全国会再シャッフル、お前の顔よりはみたいやのこのファイナップル、化け放題どこも変だよ日本じゃ、正義ずらしたハゲなら Fuck the bullshit、 操作されたラッパーこぞってまとまったぞ、せーので消えろゲームパスタトミーボン、気づかずに失って何もかも奪われて祈りも届かない、 Let's go in on希望も抱いて、ストレス全部解決状況 on the